恭平、45歳、妻と娘の家族3人暮らしで静岡に住んでおります。社会人になって20数年営業畑でやってきました。で今は管理職、要は雇われ社長という形で町工場の社長をやっております。いくらですね、こう社長とは言っても雇われ社長はほとんどサラリーマンと変わらないので、自分でいろんな決定事項とかですね、そういったものを自分の意思で決めるってことができなくて、ただただ人と人の間に挟まれて、大変な思いだけをしているっていう、そういう時間が流れておりました。もともとやっぱり、営業畑の人間ということで、通常の営業っていうのは1対1で営業をする。で会社に対して営業をかけても1対1社という形で、一度のパワーを1つの会社に使うことしかできないですけども、セミナー講師になればですね、1人で大勢の方に対していっぺんにアプローチすることができる。やっぱり営業マンの労力を減らしてたくさんのお客さんから制約を取る、やはりそこにとても魅力を感じました。最初はですね、やっぱり自分がやってきたことに自信を持ちすぎていて、舐めていたために時間がかかりましたが、入会7ヶ月目にして初制約をいただき、本業と合わせてですね、月収100万円を超えることができました。今まではですね、やはりこうサラリーマンでずっとやってきたということもあって、スタッフと話すにしてもですね、常に会社のことを考えなさいっていうことをずっと言ってきました。逆に言えば自分を殺して会社のために働けって言ってきたことが、ウィナーズクラブで起業家マインドっていうのをですね、完全にマインドセットできましたので、自分のために生きていこうということをこう自信を持って伝えることができるようになりました。会社という箱にとらわれて、時間に追われながら生きている方たちへですね、この起業家という自分軸で生きていける、この仕事、この起業塾ですね、ここでやっぱ学ぶっていうことが自分で生きていくための第一歩かなと思います。もし失敗を恐れている人たちがいるならば、仮に失敗しても元の生活に戻るだけです。であるならば、まず第一歩を踏み出して自分でチャレンジをして、チャレンジした人でしか掴むことのできない世界、これを一緒に見ましょう。よろしくお願いします。